メガネだとかさ、追跡メガネ、あ、俺だけだけど、バッチと、バッチとかさ、うん、コナン君ばっかりじゃん、作ってもらったの。ね、やべえとこ話しあれ俺、なんもね、俺たち作ってもらってないもんね。でもほら、バッチとか、ゲームやらせてもらってくれてるぐらいだよね。俺たちいつもおまけだもんね。ライトついてていいじゃん。え？時計にもライトついてるじゃん。あれいいね。あれいいね。いいよね。かっこいいよね。あとあの、レシーバーいいね。レシーバーもいいよね。通信できちゃうんだよね。そうだよ。何笑ってんの？早く来たな。笑いすぎだよ。喋れなんか。なんか最近なんか北田くんはもういらないんじゃないのっていう話が。そんなのね、だなんかこのもう5回目にしてなんか、ねえ、みんなからメールが来てるらしいじゃない。あら、ほんとだ。それでさっき泣いてたんですか？泣いてた。なんかこう涙目で。なんか応援メールがもっと欲しいらしいです。なんか。応援メール募集しちゃう？大丈夫です。でも、頑張ります。ちょっと質問なんですけど、皆さんに。なんだよ、唐突に。メタンってことは、こと15周年ということで、はい、もう15周年を迎えられた心境みたいなものね、この15周年やり続けた、うん、コナンという作品の、まあ、キャラクター皆さんも当初、最初の頃からずっとだと思うんですけれども、はい、何かこう、15周年経って新たにこう、感じていることとかってございますかね。進行に持ってくね、読売テレビ。ちゃんとした方向にね、一、うん、回ぐらいちゃんとした話聞かないとみたいな。ねねどうなの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 よって。今、みなみちゃんと見つめ合っちゃったよ。なんでお前に聞かれなきゃダメなんだ。もう5回目だ、このラジオ。座長としてさ、ね、やっぱりこう、みなみちゃんに。あ、先に聞きたいね。ね、聞いてみたいなと。この話ね、もう何回かしたんだよね。もう散々したんだ。したんだ。まあ、今日はゲストの方に。そうそう。お伺いしたいな。じゃあ、団長から。団長。15年ね。だって15年っつったってね、これ、お話の中ではまだ半年ぐらいだからね。相当な犯罪都市だよね。ねえ、ほんとだよね。いいのそれ。犯罪だったね。ほんとだよ。そうなんだよ。いや、でもね、まあ、真面目な話ね。いや、これはね、本当に嬉しいことですよ。これだけ皆さんに支持を得てね。え、なんでちょっと待って、ちょっと待って。初めの話しちょっとみんな待って。ありなんだよ。どこにお餅があるかって思って、なんか構えちゃってるよ。俺、真面目な話似合わないかな。似合わないね。確かに。でもありなんだよ。ありなんだ。真面目な感想をやっぱり聞きたい。今、一緒に見よう。ごめんね、ごめんね。ちょっと入れて。あのさ、改めて聞くのやめてください。かしこまっちゃうでしょ？うん、いいじゃない。たまにはかしこまれよ。結果しこまってないみたいで。確かに俺はマイク動かないよ。動かないよね。ちょっと前でずっと喋ってるよ。君が動けばスムーズなのにね、現場がね。あのね、ね、マイクワードの話してますよ。あのマイク入りたいのに渡るがいるよ、みたいなね。しかもなんか出番の2ページぐらい前から立ってるよね。そうなんだよね。あれでもだって、あゆみちゃんだって、ね、マイク探しで運動会やってる。それは遥か15年前からみたいな。今日も走ってたよね。すいません。そうそう。まあほら、15年の話です。はい、15年。はい。どうですか？団長から。だから、やっぱりこれね、こう。特にないということで。ただ話。いやでも、本当嬉しいですよ。嬉しいですよ。玄太くんに。これ、なかなかないですよ、こんな番組。玄太くんに聞いていいですか、じゃあ。何玄太くんにお聞きしたんですけどね。自称団長ということで。あ玄太くん。あ団長としては自覚ありますか？ないが。あのね、団長として自覚あるとか、自分で団長って言ってるだけだから自覚はないです。あ、ないです。やっぱりな、ブラックバーは大人の味だよ。ほら、そんなこと言ってる。ね。団長として、ね、あゆみちゃんとみつひこは団長として認めてないよね。うん。ほら、何してんの、こいつら。コナン君だって。俺たちが、俺がいないと何にもできねえだろ、お前。そんなことないっすね。あ、ちょっと待って。え、どうしてそうさ、俺、玄関でやってんのにさ、いつえちゃんで答えるの？面白いから。すごい面白いから。